少しネギをパッと。はい、どうも龍神のお兄さん料理です。ということで今回はですね、こちらでございます。キャベツね、キャベツのレシピっていうのはいろいろあって、残念ながらこれを撮ってるのは3月末なんで、まだね春キャベツっぽいのが出てなかったんで春キャベツじゃないんですけども、春キャベツで食べてほしい炒め物のレシピでございます。そして今回使うのがですね、塩昆布。塩昆布はね、非常に優秀な食材でですね、具材にもなれば調味料にもなってしまうっていうものなんですね。今回は調味料としてのご提案でございます。はい、炒め物なんでお肉ね、豚バラを用意しました。はい、豚バラでも豚こまでも全然大丈夫なんですけども、とにかく お肉を用意してください。はい、塩昆布豚キャベツ、これを作っていきます。リュウジのバズレシピ。材料も言っちゃったんですけど、キャベツ、大体芯を落として 250g、塩昆布、6g ぐらい、ね、豚肉 180g ぐらいでございます。でもう、使う材料は塩と、ごま油のみなんです。なんで、非常に、手数が少ないということで、今からこの塩昆布を使った、炒め物の作り方、これね、いろんなものに応用できるんで絶対に覚えておいた方がいいです。はい、じゃあやってみます。塩昆布の炒め物を作るのに何が重要か。塩昆布を使うと旨味がたっぷり食材にまとわりつくんです。ということでですね、まず私に旨味をつけていきたいと思います。今日の通りがないパンパンに入れば大吉、はい、長田大京いきます。いやー大吉、私が大吉ということは皆さんも大吉でございます。ということでこちら、これを飲むと私に旨味がどん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 ついていきます。ということで私に旨味をつけていきたい。乾杯。ああ最高。ということでやっていきたいと思います。じゃあやっていきます。炒め物の場合はちょっと芯って硬くなっちゃうんで、ちょっと今回はね、取ります。取って煮込みとかに使うとホロホロになって美味しいから、まあ取っとく。ここに剥いてね、表側のこういうね、色の濃いキャベツっていうのは基本あんま使わないんですよね。外の葉っぱで硬いんですよ。こういう青いとこだけちょっと切ってもらって、でこういうとこだけ使うと非常にいいかなと。で見てください、重要なパートです。ちぎる。ちぎるとですね、この断面に味がよく入るんですよね。なんでキャベツを炒め物に使うときはちぎる、これ非常に、いいテクニックでございます。はい、で、この葉めくる部分あるじゃないですか、ここってちょっと炒まりにくいんですよ。でこういうところはちょっとこういうふうに、切ってあげる。これ葉脈はちょっと切ると火が通りやすくなる。でこういう風にちぎってあげると味がつきやすくなります。はい、ただね、簡単に料理するっていうのでもちょっとのコツで味って変わってくるんですね。今回はシンプルなんで、こういうね、こういう技が味をね、よく立体的にしてくれます。してくれると思います。でここはちょっと太いからちょっとスライスしてあげる、ね、そうすると火が入りやすくなる。一手間ですけども、やるとやらない、まあやんなくてもうまいんだけどね、ちょっとゴリッと言うだけで。でもこういうところもちゃんと説明するのが龍神のバズレシピ。バズレシピね。まあでもこういうところも、まあ、気にせず食っちまうやつなんだぜっていう人はなんかそのまま炒めてもいいです。めんどくさかったらね、うん、料理って毎日のことだからね、手抜きしたい時もありますよね、わかるよ。そしたらキャベツはボウルに置けときます。で、豚バラなんですけども、これだと結構大きいんですよね。だから切ります。このぐらいだから、これ3等分ぐらいかな。はい、これぐらい切ってください。あ、こっちは半分ぐらいでいいから、はい、これぐらいのね、はい、これぐらいの大きさ。はい、炒め物する時のコツ、もう一個あります。キャベツに細工するんですね、それをこれからやっていきたいと思います。炒める前に、これキャベツなんですけども、ごま油を小さじ2杯ぐらい回しかけて、ラップしてチンします。そうすることにより、キャベツってね、太いところとかでね、なかなか炒まりづらかったりするんで、あらかじめちょっとラップして、油をかけて、チンして加熱しておくことによって非常に炒まりやすくなります。はい、これで1分30秒チンします。はい、
はい、じゃあチンしました。はい、キャベツのね、生缶は全部残ってるんですよ。ただし中に、若干の火が入ります。はい、これやってるとやってないとじゃあ大違いです。これで、整いましたので炒めに入っていこうと思うんですが、その前に質問コーナー。今日の質問コーナー、昼間働くサラリーマンが平日の夜に楽に野菜を摂る方法、コツを教えていただきたいです。楽に野菜、今日のレシピなんでね、キャベツたっぷり取れるからこういうのもやっていただいていいと思うんですけども、僕もずっとサラリーマンやってたんです。10年ぐらいサラリーマンやってて、やっぱ仕事後帰りに、スーパー寄るんですけど、もちろん寄って毎回野菜をねやってって、そんなんね働いてたらなかなか難しいんですよ。そういう人のために僕は冷凍野菜を勧めてます。勧めしたいのが冷凍の揚げナスとかね、業務用に売ってるんですよ。ああいうのいいですよ。揚げナスレンチンしてポン酢とかかけるだけでめちゃめちゃ美味しいですし、ブロッコリーは解凍してあのマヨだけで食べてもいいし、方法的に言うとチンして調味料かけるだけだから虚無野菜ですねっていうやり方がありますんで、今はねスーパーとかでもサラダミックスみたいなのがあるんですよ。あれにドレッシングかけるだけで全然いいんですよね。っていう風に活用していくとお野菜は取りやすくなると思います。だから冷凍野菜とそういう、買ってすぐ食べられるサラダ、今時ねそういうの活用しないのはもったいないです。なんですね、やる気のある時は僕のこういうね、キャベツたっぷり使う炒め物とかのレシピをしていただいて、でも毎日毎日無理じゃないですか。こういう時は冷凍野菜とか、そういうサラダミックスとかそういうの頼ってください。いい質問ありがとうございました。じゃあやっていきたいと思います。ここにまず豚バラです。これね、あの豚バラじゃないお肉だったら、こま肉とかだったらちょっとだけ、普通の油を引いてください。あの豚バラはあの油がすごく、あるので、今回の豚バラとか結構ね油あるんですよ。だから油引かない。でここで 下味でお塩をこれ3分の1ね振っておきます。お肉側にね、振っておきます。僕はね豚バラはねカリッとさせすぎない方が美味しいと思ってて、ある程度ソフトな食感の方が僕は合ってると思います。はいね、お野菜には火が通ってるの、あの火がある程度通ってるんで、最初にカリッと豚バラを、炒めていきます。その間にね塩昆布ね、6g 量ってくださいね。ないやん。あと、あ、いいですね。いい焼き色がついてきました。そしたらここにお野菜、キャベツです。ね、肉を上に避難させて、で、キャベツをしっかり焼いていきます。キャベツに、ね、焼き目がついた方がね非常に美味しくなるんで、はい、火加減は強火でいいです。はい、強火でガッと熱して、このキャベツに、色をつけた方がいいので、焼き色、はい、肉を上に避難させて下に、このキャベツを、やって、焼き色をつけるんですよ。一回火をつけて、火を通しているんで、結構ね火の通り早いはずです。
ほら、いい色が、キャベツのいい色が出てきますね。これをやっていきます。だからなんか下手に煽るというよりはフライパンの底につけて焼き目をつけていく感じです。芯はね結構ね炒まってるからね、これね、はい、でここに塩昆布をバラバラバラっと入れていく、はい、ね、今回塩昆布は調味料代わりなんでね、よく混ぜてくださいね。あ、いいですね、焦げ目ついてきましたよ。結構な焦げ目がね、パリッついていくんですよ。これがね、炒めるときのコツでございます。はい、どうしても、電子レンジがないみたいな人も中にはいると思うんですけども、そしたら普通に炒めてもらって構わないんですが、この方が、野菜のね、火の通りの心配がなくなるんで、これね、炒めはノーカットでお見せしています。はい、うん、塩昆布だけで十分な旨味が出てますね。よく混ぜてあげてください、うん、もうちょい欲しいかな、 7g ぐらい入れちゃってもいいかもしれないですね。はい、今 6g だったら 7g ちょっと入れましたね。塩昆布はね、調味料代わりなんで、皆さんね、お好きに入れてください。はい、うん、うん、あ、うん、うん、塩昆布たっぷりでもうまいね。はい、ただこれをザラに落とします。ザラ、ここにキャベツを盛りますね。盛り付けの時のポイントは、ね、肉とキャベツをあらかた、ね、肉ばっかのところが ないように、ちょっとずつね、持っていくと非常にいいです、ね、バーッとやってもいいんだけどね、もちろんね、はい、このチャンネルは、ね、料理教室チャンネルなんでね、飲酒チャンネルじゃないですよ皆さん、飲酒ばっかしてますけども、はい、ほらシンプルで美味しそうでしょ。炒め物こういうの、こういうのがうまいんです。ちょっと殺風景なんで少しネギをパッと、はい、ということでドシンプルですけども非常に美味しい豚とキャベツの塩昆布、シンプルだけどこれがうまいの。それではいただきます、いただきます。香りいいね、昆布が効いてる、うまい、最高だねこれね。昆布のうまみが効いててすっごいご飯が美味しくなりますね。キャベツの火の通しが最高です。1分レンチンした効果が出てますね、美味しい。塩昆布の塩気とうまみよ、シンプルで非常に美味しい。そしてこれ味変カウンミー、マジスコ、シンプルゆえにマジスコね、僕が作ってるタバスコですけども、これ合うんじゃないかなと。うまっ、逆に何が合わねえんだよこれ。シンプルだから辛みが入るとやっぱり味がガラッと変わりますね。僕ちょっと酒飲みだから塩もう一振りぐらいしても、塩一振りぐらいしても、やっぱりね塩効かすとうまい、酒飲みにはたまらん。ここら辺は皆さん好みで大丈夫、じゃあこれは食べていただきましょう。いただきます、休暇日です。直球うまいね、うまいでしょ、でも酒超すごい、うまいでしょ、うん、めっちゃうまでも炒めただけよ、こうめっちゃ簡単だよ、うん、すごいわシンプル。これはもう、うん、直球でしょ、直球。でもねこういうレシピも必要なのよ、うんうんうん、これだったらさ一瞬で作れちゃうから、うんうん、簡単だね、簡単なのよ。レンチンもするからなんか炒め方の味の差が出ない、あんまり炒めもしないよっていう人も絶対これいけると思う。ムラみたいなことがないんだ、ムラがない、シンプルだからさ合うんだ、合うね、めちゃ合うの、うん、炒め物の一つの味付けの選択肢としてこいつを選んでほしいんだ、うん、塩昆布と塩とごまはね、なんで、これめちゃめちゃ簡単で野菜もお肉もがっつり取れてご飯にもお酒にも合いますから、ぜひ皆さん作ってください。